290カロリーゼロ、どうもナネでーす。今日はですね、最近なるね、ここだけの話、もうピッピと仲良しすぎて、前まで散々うんピッピの反抗期と悩まされてたわけなんですけど、学生の時ね、今こう人生で一番過去一かもしれない、こう何、内臓の調子がいいの、体の中の調子がいいで、体の中の調子が良くなったからか分からんけど、肌荒れせんくなってきたよね。今めちゃくちゃ季節の変わり目なのに、初めて季節の変わり目に肌荒れしないってマジで初めてで、びっくりした。で、なんでやろうって自分の生活を振り返った時に、朝ごはんやと、もう毎日狂ったように食べてる朝ごはんがあるんですよ。それこそ昨日の夜ね、YouTube のコメント欄をね、いつも通りこう、ありがとうございますと思いながら、こう見てたら、ダイエット中に朝ごはん抜いたらダメって情報があるんですけど、朝ごはんじゃあ何食べたらいいか分かりません。しかも、朝めちゃくちゃ手を込んだ料理を作ったりとか、そういう時間もありません。なるねえは、時間がないダイエット中の朝ごはん何食べてますかっていうのがちょうど来とって、あ、これ動画にしようと思って撮っております。まあ、先に言っとくよ。秒でできます。はい、秒でできて痩せるべし、秒痩せべしですね。で、今から作る朝ごはんを鬼リピしだしたきっかけっていうのがあって、それがね、なるねダイエットの情報を発信してるじゃん。そのダイエットの情報ってどこで得てるのって気になってる人もおると思うんだけど、なるねはですね、ほぼほぼ本で読むか、友達に聞くか、インストラクターさんに相談したりとか、なるねがこう YouTube のコメント欄見てて、みんなが悩みを書いてくれてるのとか見て、私は分かんないなって思ったら、こうプロのとこに持って行って、それを聞いて YouTube で出したりとか、そういう感じなのね。 でとにかく SNS での情報の収集っていうのはあんましないの。なぜかっていうと、ありすぎるから、もうありすぎて、もう何が正しくて誰が正しくないかも分かんなくなって、もう無理ってなっちゃうから。じゃあなんでなれないがね、本から情報を得るようになったかっていうと、なれないさん本出したことがあるよ。で、この本を作るのって本当に大変なの本出すの本当に大変なの。 SNS ってさ、ちゃって書いてパッてやったら情報シェアできるじゃん。えけど本出すってよっぽどの覚悟と時間等で使うわけよ。なった時もうそんだけ書ける大変さを知ってるからこそ、本を私は買って学びたいって思うようになって、本から情報を得てるんだけど、その中でも私が好きな本、食べる投資、ハーバードが教える世界最高の栄養レシピ100、まあ、こういう本があるんだけど、この本を監修してるのが三尾先生だね。この本監修している三尾先生にぜひお会いしたいと思って、この前お会いできたのよ。その時にランナーが、朝ごはんのおすすめ教えてくださいって聞いたら、これを教えてくれて、で、私最初聞いた時信じられなくて、大丈夫そう、それもうまんまとドハマり。だから私は今からみんなをドハマりの道に引きずり込むというわけで、準備はいいかい？はい、じゃあ早速作っていきます。はい、材料の紹介。はい、まずはご飯。はい、なるねーは最近このご飯にハマっております。もうこのご飯の色の秘密は後で説明するね。はい、まずはご飯ね。白米で大丈夫だよ。お茶漬けの素。なるねーはね、梅が好きだから梅味にしてんだけど、何でも大丈夫。この3つだけ以上早っ。やっていきまーす。はい、時間ない時に秒でしょ。納豆ぶっ込みます。で、お茶漬けの素入れます。え、もううまそう。ほら見て、もううまそう。これにあとはもうお湯を注いでいくだけ。はい、これ終わり。これ土屋です。なるねーが鬼リピしてる朝ごはん、食べていきましょう。はい、いただきます。昨日お風呂入ってないもん。いただきまーす。これがね、うまいのよ。なんつうかもう、これ食べると落ち着くよね。落ち着く。見た目からは伝わらないこの芳醇な香り。もう喋るの忘れる。なるね的に納豆にお湯かけるなんて、もう何をやってるんだと思って、美味しいわけないやんと思ったよ。だけどやっぱもう先生が言うならと作ってみたら、ご飯もまあもう納豆茶漬けを食べだしてからの体の変化っていうのがもう本当にうんちと仲直り。肌がもう全然違う、揺らがない肌になってきた。前までは本当にメンヘラ肌だったの。もう良くなったと思ったら悪くなって、良くなったと思ったら悪くなってって繰り返したんだけど、こう季節の変わりで、でも良くなった悪くなった、良くなった悪くなったの波をこうできるようになってきた。食べ物を変えることで内側が整ると、肌も体も1ヶ月後には変わってるのよ。やっぱね、すげえと思った。朝ってさ、待ち時間なくない？それだけ優雅にこうスムージー作ったりとか、洗い物がもうシンクにわーっと溜まるようなこと絶対したくないわけよ。洗い物これだけです。
なんか最近ちょっと映えに目覚めちゃって、最近ご飯作って友達とか妹とかをこう呼ぶみたいなことにハマってて、見た目がいい食器とか、なんかいろんなものなんか集め出しちゃったりとかして。で、なんかどうやら黒が高級そうに見えるらしいのね。だけニトリで買ってきた。今年はね、私やったろと思って。包丁を使えるようになりたいの。包丁も使えるようになりたいし、ご飯も作れるようになって、もう花嫁修行っていうのかな？いい男ゲットしちゃうぞ、みたいな。はい。うんふん。慣れないですね。毎日お米食べてるんですね。さっきさ、見せたやん。色がちょっと違くない？そう。白米じゃないっちゃう。そのなんでこの色をしてるかっていうと、なるね、白米の中に黒米を入れてんの。で、なんで入れ始めたかっていうと、おばあちゃんにめっちゃおすすめされたよね。そう、おばあちゃん家行った時に、もうこれ持って行きなさいって言って、おばあちゃんに渡されたのがこれだけど。これを、いつものお米の量に、こう、大さじ1ぐらいをパパって入れて、食べなさいみたいな。したら、めっちゃいいから、みたいな。健康にめっちゃいいから、みたいな。おすすめされて、おばあちゃんにもらったのをずっと入れてるの。もう全然なくならない。だって1回で使う量がさ、大さじ1だからもう全然なくならない。おばあちゃんありがとう。そう、それでおばあちゃんにおすすめされて食べ始めて、もうこれもね、もううんぴって効果やばいな。やっぱ思うんやけど、あのおばあちゃんの情報間違いない。めっちゃ思うんやけどさ、おばあちゃんチャンネルみたいなしてほしいもんね。おばあちゃんが言っとうことで私間違っとうなと思ったこと一回もないよね。マジで YouTube 始めてほしい。この黒米のダイエット効果っていうのは、黒米は白米に比べて体の代謝に欠かせないミネラル類とかビタミン B 群などが豊富に含まれてて、他にもやっぱね、ほら、腸内環境を整えて糖質の吸収を抑えたり、コレステロールの排出を促してくれる食物繊維も含まれています。本当にこれ初めてから黒米入れてみんなにご飯を作ってるから、もうみんな改便、みんなうんぴっぴと仲良しない。私の家にご飯を食べに来たヒューマンたちも、ヒューマンビーイング、ナルナエの家にご飯を食べに来たヒューマンビーイングは全員うんぴっぴと仲良しだいって感じで、全然ご飯食べ始めてから肌が綺麗になったって言ってもらえたよ。嬉しいと思って、嬉しいって、おばあちゃんありがとうって感じだけど。だからね、最近はダイエット中って今まではなんかカロリーを気にする食事をしてたのよ。でもそうじゃなくて変えたのは、カロリーじゃなくて栄養素をチェックするようにしたよね。なんでかっていうと、もう外からこうやってベタ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 塗るより、食べるもの変えて内側から変えていった方が圧倒的に結果が出るの。その内側から変えたものってマジで全然失わない。もうすぐに手に入れたものってすぐに失うって言うやん。で、内側から長期的に手に入れたものってマジで失わないと思った。だからこそ最近はもうカロリーじゃなくて、これ食べたらどれぐらい栄養が取れるのかっていうことをもう常に意識してる。最近 YouTube のコメント欄見てて思っちゃうけど、二の腕だよね。みんな結構二の腕のコメントめっちゃ多いわ。なるねえは二の腕痩せクイーンにドハマりしてる。今から一緒やっちゃう。この動画ね、本当におすすめなのよ。この二の腕痩せクイーンって、もともとは私友達に教えてもらってたんや。中学高校って一緒の友達から教えてもらったんやけど、ちーちゃんって言ってるけど、ちーちゃんめっちゃ韓国アイドル好きで、もう韓国アイドルのダンスとか踊るんだけど、クイーンカードと思ったら肩周りと二の腕マジやったの。もっと早く知りたかった言ってて、真似し始めたのがこれ。これをね、始めてから二の腕だけじゃなくて、こう肩周り、タンクトップとか着た子って肩周りめっちゃシュッと肩甲骨が出てきた。羽が生えた。あ、来ないんだね、来ないんだね、来ないんだね。ふみちゃん、おもちゃ投げてほしいんですか。ポイントは二の腕痩せのほとんどの動画で共通しとうと思ったけど、痩せポイントを稼げることがあって、それはもう本当に一つ一つの動作の時に肩甲骨をもう根こそぎ回す根元から動かすイメージ。そう、もうほんとこれが大事。なんかさ、じゃあやるねよね、あやつはさ、こうやってさ、こうやって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 やるより絶対そこ一回こうやった方が絶対効果出るわ。肩甲骨一回が寄せる。さっきお風呂がね、かけた音がして気づいた人もおると思うんやけど、最近マジ夜お風呂入れんちゃう。もう昨日の夜は朝5時までネットフリ見て、頭の中の消しゴムって知ってる？マジで見て。マジ泣ける。なんかさ、夜急に涙活したくなることない？私だけか。急に涙活したくなって検索したのよ。泣ける映画みたいで検索して頭の中の消しゴム出てきたけ見たけど。もう、切ない。ずっと怖い。って朝起きたら顔パンパン。マジであれは見た方がいい。本当みんな思ってくるさ、みんな休みの日ってさ何時に起きてる？休みの日になると、もう明日が休みだぜってなったら朝までネットフリックス見て昼過ぎに起きてっていう生活してんだけどさ、みんなどうしてんの？みんなちゃんとした生活を送ってんのかな？なんでもうね、一生これは変えられないんだよね。ネットフリを朝まで見るっていう。ドラマとかさ、罠じゃない？これ面白そうと思ったさ作品がさ、ドラマとかやったらさ、もう終わりだよね。朝までコース。そう、最近突然涙活したくなるからさ、みんなのさ、この映画泣けた、
この映画泣いたわみたいなの教えてほしい。これそれ見るけんさ、コメントで教えてね。じゃあ終わります。待ってるよ、キワリカワイアスラジラン。またねー、みんなで痩せクリーン。